今回は腕の筋肉を効率よく太くする方法を紹介します。で、腕の筋肉で特に、サイズアップに効果的なのがこの体に沿って内側についている長頭というところですね。この筋肉が大きくなることで腕が効率よく太くなってくれます。なので基本的にはここの筋肉を重点的に狙っていくことになるでしょう。で、見た目をとにかく良くしたいという外側の筋肉、外側頭と内側頭、ここを狙っていくようにしてください。ここの筋肉が発達してくると、こんな感じでグッと腕に力を入れた時にカットが入るようになりますので、とてもかっこいいと思います。まず最初におすすめなのがオーバーヘッドエクステンション、イージーバー、曲がってるやつですね。これを使うといいと思います。あんまり深く握り込みすぎないようにしてもらって、浅めにバーを握った状態でしっかりと頭の後ろ側で肘を上げてストレッチをかけてください。脇を伸ばすイメージです。で、その状態を固定してしっかりと取り組んでみましょう。肩関節が硬くてうまくいかない方はケーブルマシンなどを使ってあげるといいでしょう。外側頭、内側頭を狙う種目としておすすめなのがケーブルプッシュダウンです。これは特に誰でもやりやすいので非常におすすめです。こちらの種目に関してもあまり深く握り込みすぎないようにしてもらって、指の付け根のあたりでバーをかぶせるようにしてあげるといいですね。その状態で肩を前に出した状態で肘の位置を固定して下に押し込んで、あまり後ろに引きすぎないようにしてください。下に押し込むようにして完全に肘を伸ばし切ってから戻してあげるイメージですね。戻した時に手首が寝ちゃってると、こちら非常に負荷が抜けてしまいますので、手のひらを常に平行にキープしておくといいと思います。ケーブルマシンがない方なんかは肩幅ぐらいで握ったベンチプレスや腕立て伏せなんかもおすすめです。回数としてはそれぞれ 12RM 程度でしっかりと追い込んであげるといいと思います。2セットから3セットあたり、上級者の方はさらにセットを増やしてもいいと思います。後半に追い込む種目を入れてパンプアップを促してあげるとさらに効率が良くなると思います。ディップスなんかがおすすめですね。自重で行うやつはいいと思います。皆さんもかっこいい腕を手に入れるために頑張ってください。